皆さんこんにちは、生きがい TV です。次の5月13日湘南ベルマーレとの対戦がレモンガススタジアム平塚でございます。今回の恒例ディスシリーズも当然ベルマーレをディスっていくわけですが、ベルマーレってクラブはもう神奈川というねクラブ激戦区の中で育成で結果を出していて、もう育成した選手を日本代表やヨーロッパにどんどん送り出しているわけですよ。その最たる例が遠藤航であったり、そしてメジャータイトル、もうすでにルヴァンカップを獲得しているという点で、もうコンサドーレのね、一つ先を行くクラブではないかなと。まあなんでね、もう今回はもうディスるところがないわけで、まあ猛烈ディスシリーズもお休みかなと思ったんですが、まあ一人だけディスらなきゃいけない人を見つけましたよ。中野義弘選手ですね。中野選手はもともと筑波かな、大学からフロンターレに入ってですね、でベガルタに移籍して、まあ、そこで頭角を現して、まあ、おそらく大きな大志を抱いてコンサドーレに加入してくれたことでしょう。ただコンサドーレでは、まあ、ウィングでの起用はほとんどされず、たまに出てもボランチ起用で、でなかなかメンバーには入るけどスタメンに獲得には至らずというような、感じでですね、なかなか本人としては不本意な、在籍期間だったのではないでしょうか。ただやはり中野義弘、出場すればそのうまさはみんな感じていたわけで、未だに中野義弘のファンを公言しているコンサドーレサポーターも少なくないわけですよ。ただにもかかわらず中野選手、対戦しても、フルス挨拶、コンサドーレサポーターの元には来てくれないわけで、つまり今回何が言いたいのかというと、中野義弘選手、トランキーロ、焦んなよ。試合終わって、そんなすぐ焦らず帰らずに、ぜひどうぞ、コンサドーレサポーターの元へ挨拶しに来てくださいって話ですよ。確かに、先ほど言った通り、中野選手にとって、コンサドーレ在籍期間はあまりいいものではなかったのかもしれない。ただ未だにあなたを思っているファンはいるわけで、ぜひ彼ら彼女らの期待、挨拶来てほしいというその願い、ぜひ叶えてあげてくださいよ。それにその挨拶に似合う活躍できることを陰ながら願っていますよ。ただ勝利するのはもちろん我々北海道コンサドーレ札幌、それは間違いないですけどね。つまり今回言いたいのは、5月13日レモンガススタジアム平塚でぜひお会いいたしましょうってことですよ。それではここ成田空港からお届けしました、生きがい TV でした。よろしくお願いします。アスタルエゴアリオス。